マスクサというのは、道端にも生える、杉属の植物の一つである。マスクサとは、単子葉植物、カヤツリりサカスゲ属の植物の一つである。道端から山野まで、広く生育するものである。地下茎は、ごく短く、わずかに横に生う。匍匐茎は出さず、まとまった株立ちになる。葉は、根室状に多数出て、一部は、規部の鞘が立ち上がって、 偽形状になる。葉は細長く、艶があって柔らかく、緑か黄緑である。花形は春に出るが、花期は長く、その後も夏まで少しずつ出る。穂は枝分かれせずに伸びて、高さ30から70センチメートル以になる。穂は花形の上の方に少しずつ間を開けて5から8個ほどがつく。下の方のものほど間を開ける傾向がある。の下には、 があるが、ある特に花帽のそれは、葉の部分が長くて、花形より長くなる。株全体で見ても、根室用よりも目立つほどになる。なお、花時には、葉は、かなり短くて根室用の間に渦もれており、その後果実が熟するにつれて伸び上がってくる。昆布はほとんど、柄がなく、花形に密着して生じる。どのこぼも同じ形で、全体の形は短くて、楕円形で、 メバナの花砲が密接している。一見ではわかりにくいが、基部にわずかに尾花がついている。つまり、すべての小母が私有性になっている。ただし、尾花部はほとんど鞘に隠れる位置にあり、外見的には、メバナの方しか見えない。花砲は3から3.5ミ、mm、リメートル、扁平で、円形に近い非神経、中央より、先の部分の外側は、ヒレ状になっている。メシベは、 先端が散列している。マスクサ本州から九州までの日本本土と朝鮮、中国に分布する。市街地ではあまり見ないが、農村では道端から山林の脇まで見られるほか、山間部でも林道脇や河原など、ややかく乱のある場所で見かける。日向では黄色っぽくなったり、日陰では繊細で鮮やかな緑をしていたりと変化が多い。 あるいは踏みつけのある場所では押しつぶされたような姿で、家計を伸ばしているのも見られる。特によく似ているのが、やぶすげである。全体に非常によく似ているが、花は全く異なっている。花峰は幅が狭く狂乱形で4ミリメートルを超え、中東は2つに分かれる。本州と四国に分布する。マスクさと間違われて報告されたことが多く、普通種のように言われたこともあるが、 実際には、稀なものである。これに似たいトヒキスゲは、本州の高地と北海道に分布するものである。高根マスクサもよく似ている。北海道から、九州の山間部で湿った場所に生育する種ゲ、コボが丸く膨らみ、やや淡い色になる。下方の形は、マスクサと、やや似るが、中東はやはり二列。このスゲは、他の代表的なスゲ、例えば、青スゲや寒スゲ、 カサスゲなどとは随分異なる姿をしている。多くのスゲが先端にオスコボ、側面にメスコボを持つのに対して、コボはすべてが同じ形で、ふと短いものを多数柄に密着してつける。このような特徴を持つものをまとめて、スゲ族の中でマスクサー族とする。マスクサはこの類では日本で最も普通種の一つである。さらに高根マスクサやヤブスゲなど、 ごく似た姿の種と合わせて、マスクサ節とすることもあるが、それらの種は他の点ではよく似ているが、中東は2で、この点がマスクサとは異なるため、別の節とする説もある。競技の場合、日本ではマスクサ節には、この種だけが含まれる。講義の場合、さらに多くの種をこの節に含める。保育者の原食日本植物図鑑では、以下の種をこれに含めている。 それぞれ日本の菅では一家のないのように細分されている。ありがとうございます。